吉田さん、すごいですね。やっぱりこの再生数でその3000万に、伸びる売上っていうのはね、なかなか他の方では想像もできないと思いますし、吉田さんの再生数見てね、大丈夫かみたいなことね、言われてた方もとある集まりでありましたんでね、ネットビジネス系の、いや大丈夫だよって私は言ってきましたよ。いや吉田さんの戦略すごいですよみたいな、私もそれをね踏襲してますと。再生回数はどちらかというと落とす方向でいきます。落とすけど濃くみたいなね、少なく濃くで私は行きます。だから広く薄くとかね、制約率 3% 目指せとか 4% いくぞみたいなね、 5% のプロダクトローンチだとかやらないです。そんなのね、制約率は高いけども、でも再生数は少なくていいんだと思います。でね、今回のテーマなんですけども、人はですね、自分が正しい、自分が賢い競争をしているからうまくいかないんだと私は思うんですよね。例えばね、 YouTube バーンと出す、 SNS ダーンと出す、コメントが入ります、君は分かってないね、こうこうこうなんだよって言ったら、いやいやそれはね、あなた物知らないんだよってコメントがね、こうやってどんどんやり取りが続くじゃないですか。でどっちが賢いか競争になってるんですよね。どっちが情報を知ってるか競争になるんですよ。なんかそんなことよりもね、いや私ね隠居なんで世の中のこと分かんないんですよ。だからバカだと思われて当然ですし、お前分かってねって言われて当たり前ですよ。だって分かってないですよ。だって世の中入ってないんだから。世の中の常識とも分かりません。私は隠居なんで、もう全然それついていけてないんですよと。だから、あ、教えていただいてありがとうございます。で、あなたの言うことは違いますよって言われたら、あ、なるほど。どう考えればいいんですかって言ったら、こういうふうに考えるんですよって言ったら、分かりました。そう考えます。ありがとうございます。でいいんですよ。考え方コロコロ変えるねって言われたら、はい、最善と思った方法に変えていくのがいいかなと思いまして。だって自分が間違ってると思ったら変えた方がいいじゃないですか、みたいなね。全て、この、まさに謙虚の下というかね、あなたの言う通りでございますと。で、納得するけども、その通りに行動するかどうかは私の自由なんで、別にね、あなたの言うことを認めるし、そうだなと思うけども、行動は今までと変わらないかもしれないし、アドバイス通りにやらないかもしれないと。これはもうね、いいじゃないですか。個人の自由だからみたいなね、ことなんですよね。で、ちょっと話戻しますと、その影響力の話ですよね。だから堀江さんは影響力があるんで、発言には一定の責任がありますよって言いますけども、発言に責任がない方って逆に誰なんですかね。影響力って一人に対しても働くと思うんですよ。だって一人の人生を左右するわけでしょ。一人の判断を左右するわけでしょ。だから1万人の人に影響があるのか、10万人の人に影響があるのか、一人の人に影響があるのか、いろんな影響を受けた人から考えてみると、他に1万人の人も自分と同じように影響を受けたから問題があるっていうふうに考えるのも考えられるんですけども、自分たった一人しか影響を受けた人がいないっていうのも、自分一人にとってみれば他の方がね、何人影響を受けようが0人だろうが自分に対してはものすごく重いと思うんで、数で語るべきではないような気がするんですよね。もちろんそれはね、自分で自分の発言には影響力があるから気をつけないといけないなっていうふうに自分で思うのは自由なんですけども、影響力を強制するものではないかなと思うんですよ。特にね、政治家さんとか権力者なら別ですけども、単なる SNS とかに書いたような、ね、個人的意見とか瞬間的な感情ってのは、まあそのあるんじゃないかなと思うんですよね。でまさにね、瞬間的な感情を、自分は無力で影響力がないから有名人を叩いてもいいんだっていう発想がいろんな芸能人のね、悲しい結末とかにつながってると私は思うんですよね。だからね、影響力ってあなた影響力があるからっていう風に影響を受けてるお前が影響されるなってことですよ。この人は影響力があるから気をつけないと思うんだったら何にも反応しないとかね、心の中で思っても別に発信しないってことによって影響力を削ぐことができるわけなんですよ。でも反応してあなた影響力があるからっていうと影響力を担保しちゃうじゃないですかっていう風なね、こんなトンチでございますね。こんな考え方ももしかしたら私一人が考えてるだけであってね、面白くないことかもしれません。まあこの億万長者合宿レイジのメッセージっていうのは吉田さんに、送ってるメッセージなんでね、雑談ですからね。ですんで、なんだこいつらの考え方くだらねえなと思った方は、あなたに向かって言ってるわけじゃないんで、再生ボタンを押したことだけを後悔していただければと思います。ということでね、億万長者合宿レイジ、なんかね、こんなやり取りで何千万も年収稼いでると思ったらね、やってらんないですよね。
うん、ただね、あの知恵はあんまりないです。経験も知識も多分この動画を見てる方よりはないと思います。でもお金を稼ぐってことっていうのは、だからそういったものと直結しないのかなと思っちゃいますけどね。どうなんでしょうね。それとも自分が劣ってると思ってるだけであって、もしかしたら劣ってないのかもしれないですね、うん、それはもうね、後世の歴史家の判断に委ねるしかないですね。ザ・ヤン・ウェニーでございました。では失礼します。